はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、シーズン3のバトルパススキンである、ストームフェアラーが、IO ガード、IO パトロール、エンフォーサー、スレッジに続く5番目の IO ガードである可能性が出てきましたので、その紹介と考察になります。まず、ストームフェアラーの通常のスタイル。黄色い包帯で顔を隠しており、胸には今まで見たことのないマークがついています。そして、このスキンの説明を読むと、ストームの完全な支配を目論む武術の達人。このストームフェアラーは、ストームを完全に支配しようと目論んでいますが、チャプター2の世界にて IO は、ストームを管理し、ストームを使い、ループの世界を作り出していました。ストームを管理していた IO と、ストームの完全な支配を目論むストームフェアラーが、ここでまず繋がってきます。そしてこちらが、ストームフェアラーのストームブローラーという名のボーナススタイルなのですが、このスキン、どこかで見覚えがありませんか？そう、このストームフェアラーのブローラースタイルは、IO、イマジンドオーダーの舞台である、IO ガード、IO パトロール、スレッジ、そしてエンフォーサーと非常によく似ているんですよね。これらの IO の舞台には、大きく共通して、全身を覆う黒い服、金属の胸当て、顔のマスク、そして、防毒マスクに付属しているエアダクトホース、さらにはシルバーのベルトなどがありますが、このストームフェアラーのブローラースタイルには、IO ガードたちと同じ、全身を覆う黒い服、金属の胸当て、顔のマスク、防毒マスクに付属しているエアダクトホース、さらにはシルバーのベルトと、どこをとっても IO ガードたちと非常によく似ています。ちなみに、ストームブローラーはベルトを2つしていますが、こちらのエンフォーサーはベルトを3つしており、ベルトをたくさんつけているという共通点もあります。そして、このストームフェアラーの肩につけられた、このマーク、凹凸の記号のようにも見えますが、これを横にしてみると、なんとここに IO、イマジンドオーダーの頭文字が隠されているんですよね。ストームフェアラーのスキンの説明に、ストームの完全な支配を目論む武術の達人とあり、IO はストームを管理していたということ。ストームフェアラーのスタイル変更に、IO ガードやスレッジといった IO の部隊のスキンたちと非常によく似たスタイル変更が存在しているということ。ストームフェアラーのマークを横にすると、IO と書いてあるということを合わせて考えると、このストームフェアラーは IO から派遣されたエージェントであり、IO の新たな IO ガードだと考えると、すべての辻褄が合います。スローン博士はパラダイムに攻撃される寸前、戦車に入り、戦車のハッチを閉めていたことから、スローンはまだ生きているのではないかと考察していましたが、このセブンの島にて、ストームフェアラーという IO のエージェントが活動しているということは、やはりあのスローン博士、しぶとくまだ生きており、セブンに反撃するため、そして0ポイントを奪い返すため、フォートナイトの島の地下で反撃の機会を伺っているのではないでしょうか。セブンと IO との戦いはまだまだ続くようです。